シペルメトリンはピレスロイド系の合成殺虫剤で農業で大規模に利用されているほか家庭用にも使われている昆虫にとって速攻性の神経毒として採用する土壌や植物上では容易に分解されるが屋内の不活性表面に塗布すると数週間効果が持続する日光、水、酸素にさらされると分解が早まる ナショナルペストサイズテレコミュニケーションネットワークによると、魚、蜂、水生昆虫には、毒性が高い。レード、スコッツ、ミラクルグロウ、ヘンケル等が市販する、アリオー及びゴキブリ用の殺虫剤に含まれる。シペルメトリムは、牛、羊、鶏等に感染する、外部寄生虫の制御に用いられる。また獣医学において、犬ののみの制御に有効である。 シペルメトリムは、皮膚接触や、経口摂取によって、中程度の毒性を持ち、皮膚や目に対する、刺激性がある。皮膚曝露の症状には、痺れ、チクチク感、かゆみ、やけど感、膀胱の制御不能、失調、発作、また死亡の可能性がある。ピレスロイドは、中枢神経系に悪影響を及ぼす、可能性がある。 ボランティアの被験者が耳たぶに130マイクログラム、平方センチメートルを暴露したところ、局所的なチクチク感や、やけど感を経験した。ある男性は、10%濃度のシペルメトリンを含む、油を誤って調理油として使用し、食事後に死亡した。食事の直後に、吐き気、長い音、胃痛及び下痢が襲い、その後、痙攣、意識喪失から昏睡へと進行した。他の家族は、 症状が軽く、病院での治療を経て生き延びた。アレルギー性皮膚反応を引き起こす、可能性がある。過剰な曝露は、吐き気、頭痛、筋力低下、大気分泌型、息切れ、発作を引き起こす。体内では酵素による、加水分解で、いくつかのカルボン酸代謝物に分解されて、不活性化され、尿中へ排出される。作業者への曝露は、 尿中代謝物の測定によって、モニタリングを行うことができるが、重篤な過剰曝露は、血中や血小中量の定量によって確認される。シペルメトリンは猫には、非常に毒性が高く、犬に処方される量には耐えられない。これは、お猫は、シペルメトリンを代謝するムルクロニダーゼを持たず、体内に長く止まるためである。オスのラットでは、生殖期に毒性を示す。 15日間継続して摂取させた後では、アンドロゲン受容体レベルと血清テストステロンレベルの両方がかなり減少する。これらのデータは、精細管と精子形成に機能障害が起こることを示唆している。ラットが生体になってから長期間暴露させると、ドーパミン作動性神経変性が引き起こされ、出生後暴露は生体に対する再投与の際の、 ドーパミン作動性神経変性の感受性を高める。ラットの妊娠中の暴露では、発育遅延を持つ子が生まれる。オスへの暴露では、異常な生死の割合が増える。遺伝子への損傷も引き起こし、マウスの骨髄や脾臓での染色体異常が増加する。メスのマウスで肺がんの頻度の増加が見られ、人にとっても発がん性物質の可能性がある。 またマウス及び人での骨髄昇格の増加とも関連付けられている。ある研究では、細胞成長に重要な役割を果たし、発がん性物質で阻害される、キャップ結合による細胞間伝達をシペルメトリンが阻害することが示された。またある研究では、シペルメトリンの残留物は、空気中や壁、床、家具の表面等に84日間止まることが示された。 シペルメトリムは適用範囲の広い殺虫剤で標的となる昆虫だけではなく液中まで殺してしまう。特に魚は影響を受けやすいが指示通りに使用した場合には住宅地周辺での散布は水生生物にほとんど危険を及ぼさない。頻繁に暴露されている昆虫では急速に耐性を発達させており有効ではなくなる可能性がある。ありがとうございます。